今 Gizmo3D に関して解説を行います Gizmo3D の基本動作は移動、スケール、回転となります。まず利用するにはこちらの項目の移動、スケール、回転いずれかの UI をクリックしこちらの Gizmo3D ユニバーサルマニピュレーターが有効になっていることを確認してください。もしこちらに UI がない場合にはこちらの Transform という項目の Gizmo3D Universal Manipulator のアイコンをクリックしてみましょう。または、このように、ユニバーサルマニピュレーターの横にある Y キーを押すことにより、このように切り替えを行うことができます。この Y キーを押すと、何が切り替わるかというと、このように Transpose Action Line という、旧来から Z ブラシに存在するインターフェースが表示されます。Transpose のアクションラインに関しては、また後日解説を行います。操作を行いやすくするため、こちらの p a ス s o f にしましょう。 まず基本操作の移動になります移動を行うにはこちらの矢印のこのコーンの部分をつかんで移動を行う必要がありますこのコーンはそれぞれ赤青緑となっていますが赤は x 軸青は z 軸緑は y 軸となっていますこれらの内容は他のスケールや回転などでも同様の内容となっておりますこのようにシンメトリーをオフにし こちらの Z 軸を移動させてみると、このように前に移動していることが分かります。これの操作はもちろん Ctrl-Z で作業を戻すことができます。同様に Y 軸を操作する場合には、このように移動を行い、X 軸を操作する場合には、このように移動を行う必要があります。現在、表示されているスクリーンの位置から自由に移動を行いたい場合には、こちらの角の矢印をドラッグしてみてください。そうすると、このように移動を行うことができます。 これは見ている方向に依存しますので、このように画面方向に依存した移動を行うことができます。次にスケールの操作となりますが、同様にこれらはこちらの四角を左ドラッグを行うことにより、このように押したり伸ばしたりすることができます。これらの操作は四角のアイコンを左ドラッグし、ドラッグを行っている最中に Alt キーを押すと、このように二軸方向に対して効果を適用することができます。また中央の こちらの黄色の四角を左ドラッグを行うと3軸に対してテールを行うことができます。これにより全体のサイズの操作を行うことができます。次に回転の操作となります。回転はこちらの赤の項を選択すると X 軸での回転、緑を選択すると Y 軸での回転、青を選択すると Z 軸での回転を行うことができます。こちらも移動と同様にスクリーンの見ている位置から 回転を行うこともできますブラシストローク同様にこのようにマスクを適用することもできますマスクを適用されたエリアはこのように移動の効果を無効にすることができますこのようにマスクのぼかしを加えると例えばこのように腹の部分のみの調整を行うことができます 他にも Gizmo は Alt キーを押しながらこのようにポリゴンの面の上でドラッグを行うとそこの位置を基軸とすることができますすると回転などを利用した際にここの位置を基軸として回転を適用することができます同様にスケールや移動などもこちらを軸にすることができます Z ブラシでは Alt キーを押しながらこの操作を行うことにより Gizmo とオブジェクトとのリンクを 一度切ることにより、ギズモのみの操作を行うことができます。これにより、自由にギズモの位置を移動し、操作を行うことができます。Alt キーを離すと、このように、鍵が戻され、ギズモとオブジェクトが追従を行うようになります。Z ブラシの Gizmo3D にはさまざまな機能があり、例えば、コントロールキーを押しながら移動を行うと、このように複製を行うことができますが、このように初期位置に対して、 ズモが移動してしてままいますそこで、吸着モードを利用すると、コントロールキーを押しながら移動を行うと、このように初期位置に戻すことができます。オルトキーを押しながら、リズムを移動した際に、例えば元のメッシュの中央の位置に戻したい場合には、こちらのボタンを押していただくと、このようにメッシュの中央に戻すことができます。この効果はマスクが適用されていない部分の中央に位置するようにしますので、例えばこのようにマスクを適用し、効果を反転した際に、 例えばこのボタンを押すとこのようにほっぺの中央に移動しています他にも Gizmo3D の機能としてこのように移動を行った際ワールド座標の起点に戻したい場合にはこちらのメッシュを軸へを押していただくとこのように戻すことができますまたこのように Gizmo のみを移動した際に Gizmo をワールド座標に戻したい場合には オルトキーを押しながらこちらの軸へ移動を押していただくとワールド座標の基軸に戻ることができますまた回転などを行った際にこのように軸に対して斜めになってしまった場合に直位置に戻すためにはこちらのメッシュ方位のリセットという機能を利用することができますオルトキーを解除している場合にはこちらのギズモの角度を戻しメッシュの回転を行うことができますですがオルトキーを押すことにより ののみの回転を行うことができます次の機能の解説を行うにはこちらのデモソルジャーにて作業を行ってみましょうこちらをクリックするとこのように箱が複数に切り替わりましたこれは何を行うかというと複数のサブツールに効果範囲の適用を行うことができるという内容です現在こちらのデモソルジャーは複数のパーツに分かれており構成されておりますセレクトの動画で解説を行ったように コントロールシフトキーを押しながらこのようにこのように一部分の選択を行うとこのサブツールにのみ効果範囲を適用することができますこの斜線はハッシュラインといいまして効果範囲の適用外であることを示していますコントロールシフトを行いながら左クリックを行うとこのように単一のサブツールの追加を行うことができます複数のサブツールの効果範囲への適用を行いたい場合には コントロールシフトを行いながら左ドラッグを行うとこのように選択範囲の追加を行うことができます例えば今この状態で回転を行うとベルトなどや手袋などの選択されていないパーツ以外が稼働していることがわかります操作方法はセレクトの方法と同じですのでコントロールオルトキーを押しながら左ドラッグを行い全体を選択すると全体が解除されコントロールシフトキーを押しながら左ドラッグを行うと全体が選択されますもし、 これらの選択範囲の反転を行いたい場合には何もないところでコントロールシフトを行いながら左ドラッグを行うとこのように反転を行うことができますまたこの複数のサブツールへの操作は各サブツールに適用されているマスクも考慮します例えば腕の部分にマスクを適用してみましょうお菓子を加えその上でコントロールオルトシフトキーを押しながら このように手袋と腕輪以外のパーツが選択範囲外となるように選択しましょう。体を選択し、腕輪も選択しましょう。腕輪を見てみると、このように効果範囲に含まれていますので、腕輪の選択を行い、片方の腕輪のマスキングも行いましょう。そうすると、このように腕の操作のみを行うことができます。これにより、手袋と腕輪の操作も同時に行いながら、稼働を行うことができます。 g i z 3D には他にも様々な機能が含まれています。ぜひマスターし、利用していきましょう。